さあ今日のラストコース、汽水域です。川、さっきこのあの山の裾野の方で、ナッツの 3.5 グラムを投げたらね、あのウグイが釣れました。ちっちゃいウグイが。うん、よし、ここで何が釣れるのか楽しみですね。さあ、汽水域の河原です。ここはね、満潮になったら、この上1メーター以上かな、うん、あの黒くなってるとこは完全に水没するんですけど、もう一つさらに上、富士壺がついてるとこは全部水に浸ります。当然この辺は川の中になっちゃうんだよね。で、砂止めの、これが何だろうな、コンクリートなのか鉄なのか分かんないですけど、パイルですね、砂止めパイルがずっと張ってあって、そこ少し水が出てる。こういう真水が、同じ汽水域でも真水が入り込む先っていうのは、うん、汽水でもね、いろんな魚が釣れてもおかしくないです。あ、右が上流、左が下流なんだけど、これもう揚げ潮が入ってきてるね。この動き明らかだよね。入ってんな。風じゃないね、明らかに潮上ってますね。ちょっと舐めてみよう。あ、しょっぱい。もう完全にこれは海の水だ。チャンスあるかも。いいタイミングかも。潮水が上がってきているので、うん、今回のロケはこれが最終コースでね、ここは実績場所なので、あとはその登ってくる潮と、それに一緒になって登ってくる魚とのね、遭遇の問題だけだから、ある程度粘る必要があるかもしれないんで、と頑張ってみます。できればハゼかキス釣りたいんだよね。行ってくんないかな。お、食った。おお、すぐ食ったよ。対岸側でバレるなよ。ゆっくり持って帰ろう。アンカーついてます。何かな、何かな。ボトムポン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 ってやったら食ったよ。ふぅ、キス出ました。ほら、皆さん見てください、これ、キスで、アシストフック、このハゼクラ用のアシストフックはね、この時期のピンギスには効きますよ。いやいやいや、最高じゃん。素晴らしい。写真撮りたいね。ちょっと針が外れて自力で帰っていってます。おお、気合入ったぞ。ナッツ入れて1投目で
いいね。近くはどうだ？今対岸近くまで投げたからね。真ん中三代筋どうなんだろう。着底させて、お、もう当たってきてる。わあ、上流へ流れてるよ、リグが。ボトムでね、ぴょこたんぴょこたんさせて、ちょっとずつ巻きながら、ハゼもキスもほぼ同じ。おお、食った食った。おお、強い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 。これはなんか違うものを食った。なんだ、おい、なんだなんだこれ。お、いや、なんだこれ。ああ、割れるな。よいしょ、なんだこりゃ。何、ちょっと僕わかんないんだけどこれえ、長崎ってこんなのここ3回来てるけど初めてだよこれ。なんかグーグー言ってる。わあ、なにこれ、グッグッグッって。これなんだろう、これなんだろう、グッグッって言ってるよ。え、なんだこれ。あと帰ってから調べよう。いやー、よく引いたな。なんでしょうか。なんですよ、最高じゃん。よし、いや、驚いたよ。こんなもんいるんだ。30センチ楽勝超え。20。いや、30ジャストぐらいだ。ナッツジグの 5.5 グラムです。しかもなんとアシストフックに食ってたからさ、ハゼ用の。曲がっちゃったよ、アシストフック。いやー、ありがたね。最高。よし。サンキュー、サンキュー。おー、すげえ。タフだな、この子。いやー、びっくり。あんなものを釣れるなんて全く想像してなかったよ。使ってる竿はね、こうプロトなんだけど、ベスパーダ64ベスパーダです。5本継ぎ、マルチピースね。江戸前小継ぎ1尺5寸ベスパーダわー、チルより嬉しい。あの、見たこともない魚が釣れるとドキドキしちゃうよ、僕は。狙いの魚を狙って釣ったということよりも、近年は釣れちゃったの方が嬉しいってさて、あんなのがいるとなると、ボトムちょんちょんもいいけど、この流れに対して巻いて釣りたくもなるね。ちょっとスーッと巻いてみようか。うん、いい泳ぎしてます。ボ
トムから巻いてみようか。あれ、重くなった。アオサかな。木の枝だ。キスが釣れたとこでもう一回キス狙いやるか。なんか気持ちが振られちゃうね、あんなのが釣れると。いやいや、初心貫徹、キスハゼ狙い。まだね、キスが本格化してないので数は少ないと思うの。運が良かったよ、一投目で。ええ、釣れるんだっていうところをね、まずは見てもらわないと話にならないんで、釣れたってのが大きい。釣れるんだけど、なかなかカメラの前でってね、そう簡単ではないので。よし、ああ、バレた。今のはキスっぽいな。今の魚、口の形からして、カニとか食ってそう。ボンフィッシュみたいな口してたよ。またひっくり返ってるの、足ちょっと、お、釣れた釣れた。根がかりした、コロンコロン当たるよと思ったら釣れてた。え、いえ、2匹目、やっぱりね、アシストフックだよ、これ。うん。アシストフックに食ってます。よし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 。素晴らしい。何度もコロコロするから、あれ、違和感のかなぐらいしか思わなかったけど、ちゃんと立派なキス君でした。ああ、言うこと聞いてくんない。はい、どうぞ。ナッツキスです。よし、好調だね。どうも宮筋の真ん中より向こうの方にキスが上がってきてるみたいだね。遠投した時だけバイトが出てる。この辺で出てほしいんだよね。流れが変われば足元でも釣れるんだろうけど、どうも向こう側にいるみたいだ。最初の1匹も今の2匹目も遠いところで釣れちゃった。お、トントン、ナッツでボトムをペコタンペコタンペコタンっていう感じね。ああ、当たった。今のは明確な当たりだった。スピードが速い方がいいのかな。なんかすごいのがここまで追っかけてきてた。さっきの仲間かな。いや、また巻きたくなるじゃないか。ちょっと狙ってみようか。やっぱり姿勢低くして釣らないとダメだね。
なんか得体の知れんやつがいるよ、ここは。釣れてはいるけど当たりメソッドがわからない。とりあえずハゼメソッドの延長線上でやりましょう。キス食いに来てんのかな、さっきのあのしましまのやつ、ひょっとしたら。口からしてエビとかカニだろうとは思うんだけどね。来たよ。とね、キスっていう当たり方、イエーイ。正解ね、塩水の濃い方に下って正解。まだちっちゃいけどね、本当にピンギスって感じだ。よしよしよし、今度はあのメインフックの方にかかってる、そこがちょっと嬉しいね。トーンでトーンで下ろすときのハンドルを半回転させてるぐらい、3分の1回転かな。いいよね、こんなとこでキス釣りがルアーでやれるなんつってのは、本当に僕も一昔前までは想像もしてみなかったよ。あ、なんかレアでした。なんか入ったぞ。怪しいぞ、あれは。ライズしたらとりあえず巻いてみる。あー、でも今日のロケはもう尺いっぱいいっぱい、お腹いっぱいいっぱいだね。いろんなものたくさん連れて、もういいかなって感じはあるけど。ね、キスも3匹釣れるとこ見ていただいたし、なんか十分な気がするよ。欲を言えば尺ギス1本欲しいな。でかいのがドーンと、よし、よし、来た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 、また来た、あっ、よしよしよし、いえいかー。おお、よいしょ、どんどん好調になってきます。はい、どこ行くのかな。あ、すぐにそこには向かわないね、キスは。やっぱり少し水面下20センチぐらいのところずーっと逃げてった。ウグイでも何でもいいぞ。海で釣るだけが魚釣りじゃないからね。やっぱり川の真ん中、身を筋に向かって投げるんです。あっ、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 うわぁ、キスだった。身を筋に向かって投げるんです。あっ、うわぁ、うん、あんなアクティブな、映ってる、ひょっとしたら。いや、映ってないです。すごいチェイスして、パーサーってすごいな、このキス。なんてこったい、
キスチスして水面でバシャーってやるの俺初めて見たよ。乗らなかったけど、いるんじゃん。わ、ボールした。メガネ開くわ。お、食った。なんだこれ。ちっちゃいぞ。キスかな、また。お、お、お、急に引き出したぞ。お、急に引き出したぞ。バレるなよ。お、なんだなんだ。あ、でかっ、でっか、嘘だろ。尺にすぐ近いぞこれ。でっか、嘘。ちょっと待って。何よこれ。うわ、でっか。うわ、やめてやめてやめて、これ、うわ、やめて。すごいな、美しい。すごい、ダブルフックバッチリかかってるこれ。ちょっと何このサイズ。これすごいよ地球さん、この釣り。このごめんなさい、ちょっと手ぶれしちゃった笑って。いいで、ああ、すげえ。キスにちゃ強いなと思ったらでけえんだもん。こんな引きするからね、意外だと思ったよ。うわ、あ、じゃあ写真お願いします。はい、これね、渓流の釣りってさ、こうやってね、水の中でこう撮影するんだよ。ほら、こうやってね、美しいでしょ。ほら。パールピンクがすごい。おお、元気元気。さあお帰りいただきましょうか。台所へ。やばいです今日。ま、僕も未経験の釣りになってる。何が起きるか分からんぞこれ。たまげたな、でっけえよ。地球さん、はい、なんと格闘してるんですかそりゃ。何ですよ。川ですよ、ここ。川ですよ、川。川だよ、ここ。さっきから3回もエラー洗いされましたよ。銀ピカですね、これ。すごいじゃん。やったね。やりましたね。何が釣れるか分かったの。映像撮ってないけど、さっき、あ、俺のもそっちだったかもしれない。こっちですね、多分ね。うん、怖い怖い怖い。キスが釣れて。キスが釣れて、ウグイ釣れて、九州サーモン。すげえ。
あ、重たい。ランディングツール持ってこいよって。いや、ちっちゃいしかいないと思ってるから。もう川だよ、ね、清流だよ、これ。ほら。抜けないサイズじゃなかったね。まあ、針がね、多分伸びると。7月くらいになるともう少しサイズがアップするのかな。そうでもないのかな。なんか昔は5月くらいの方がでっかいの釣れてたような記憶があるな。真面目にやってた頃。エリアにもよるんだろうけど、これはなんだ、生き物じゃない。四国にね、キス釣りに通ってたんだけど、シャクギス釣りに。あれはね、5月だったんだよ。で、6、7になると数が猛烈に増えてくるけど、でかいのはあまり出なくなるという。それでも高知の宿毛とか行くとでっかいのはね、真夏でも出る。まあエリアによりけりだよね。いいね、ベスパーだ。こういう釣りにはそこそこ強い竿なの。もうあのチヌ相手に全然楽勝の竿なんだけどね。いやー、お腹いっぱいだね。たくさん釣れましたね。いろんな魚が。よし、もう夕飯の時間も近いし、今日はこれぐらいでお開きにしましょう。はい、さあどうでしたか皆さん。ナッチョジグを主体にしたね、お手軽ランガンゲーム、魚種にこだわらず、ロケーションにこだわらず、淡水域から海水域までね、何でも釣ってやろうというか、釣れちゃう、釣れてしまうナッチョジグのね、釣りを今日は見ていただきました。また今回の企画の中で、また違うエリアで、ハゼを狙ったり、ハゼちょっとまだ出来合わせでちっちゃいから今回間に合わないかもしれないけどね。キスは、今日は長崎に着きますので、次はちょっと宮崎あたりでやってみようかなと。あっちのねキス域はね、あの琴引きがたくさんいるからね、それもやってみたいなということでね。で、場合によっては、磯エリアでは、闇旗とか赤旗とか大門旗をね、釣ってみようかなと思います。はい、では今回はこれで。